はい、こんにちは。今日は2014年浜松医科大学の問題です。問題はこちらです。 R を自然数として N を R より大きい整数とすると、でシグマの K が0から N-R までの K プラス RCR イコール N プラス 1CR プラス1であることを示せといった問題ですね。まずこれ左辺はよくわからないので、とりあえず K に0を入れてみましょう。そうすると RCR、 1を入れると R プラス 1CR、 2を入れると R プラス 2CR ですねと。でずっと言って最後 N-R 入れると NCR ですよと。でこれが左辺で、右辺は N プラス 1CR プラス1と。でこれを示したいということになります。でこれ二項展開とかは使えなさそうですよね。つまりここ R で固定されてるので使えなさそうだ。二項展開が使える場合っていうのは、例えば 1 たす X の N 乗とかであれば、これ二項展開すると NC0 たす NC1X たす NC2 の X2 乗とかってなってきますよね。で最後 NCN の X の N 乗とかってなりますけども、二項展開が使えるときにはここ0、1、2とかってここは移り変わってきますよね。こういう場合には使える可能性はあるんですが、今回ここ R で固定されているので、このままだと難しそうだと。じゃあうまいこと式を変形して、計算していくのかなということで、まあ、式変形をしていきましょう。でどうやって式変形するかっていうと、これなんですが、まあ、よく使われる公式としては2つですね。1つは NCR っていうのが R 分の N の N-1CR-1 になると。でもう一個は NCR っていうのが N-1CR たす N-1CR-1 になると、この2つですね。で、まあ、ちょっとこれについて説明すると、まず1個目のこれは、まあ、すぐ求めることができて、 NCR っていうのは N の階乗を R の階乗 N-R の階乗で割ったものですよね。でこれ N と R を1個ずつ出しましょう。そうするとこれ1個ずつ出せたので、ここは N-1 の階乗になって、ここは R-1 の階乗になりますね。ここで、こっちはそのままですから N-R の階乗になりますよと。でちょうどここの部分が N-1CR-1 になるんですね。ここは N-1 の階乗、R-1 の階乗が出てきて、これ引くこれがちょうどここですよと、これの階乗ですよという形になって、これがこうなるということなんで、要するに R と N を1個ずつ出してあげればこの形が出てきて、これが出てきますよと。で、まあ、こんな形もよく使われます。あと、もう一個、この形もよく使われるので、知っておいた方がいいかなと思います。これ何言ってるかっていうと、まあ、もちろん今と同じように階乗の形を作って、式変形していってもできるんですけど、意味を考えるとすぐ求めることができます。これは、N 人から R 人の当番を決めるよ、というふうに考えましょう。N 人いる中から R 人、引っ張ってきて当番を決めると。そう考えると、こっち側は自分が入るかどうかです。自分が、入る場合と入らない場合を考えると。こっちが自分が当番でない場合、自分を中心に考えて自分が当番に入んなかった場合は、残りの N-1 人から R 人当番を決めるわけですね。それがこの場合の数。で、こっち側はっていうと、自分が当番になった場合、自分が当番になったら残りの N-1 人からR-1,2 の当番を決めれば、自分を含めて R2 の当番を決めたことになりますよね。ということで、この場合の数とこの場合の数を足したものということで求めることができます。こういうふうに意味を考えると、わかりやすいかなと、覚えやすいかなというふうに思います。で、今回はですね、こっちを使います。で、どうやってやっていくかというと、今回はこれシグマの形ですので、真ん中がブワーって消えていく形になってくれると嬉しいなと。で、これをですね、今回はここが変わっていくわけですね。R、R プラス1、R プラス2、N まで変わっていくよということで、こっち側が変わるので、こっち側が変わる形にしたいと。1個差の部分にしたいよということで、これをこっちに持っていきましょう。つまり、これを中心に持ってくると。N-1CR-1 っていうのが、これイコール、これマイナスこれですね。つまり NCR-N-1CR ですよ。これをこっちに持ってきたものということですね。でそうすると、ここが1個3になりますよね。1の3になるよと。で、これでシグマを取ってあげれば、うまいことブワーって消えそうだと。つまり、これがこれであると。これを K プラス RCR と見立ててあげれば、どうなるかっていうと、ここの部分1足したものがここですから、これに1足すということで、K プラス R 足す1。C、ここの部分に1を足すわけですね。R プラス1になるよと。マイナス、これはここと一緒ですから、K プラス RC、今 R、これはこれに1足すので R プラス1と。こうなるわけですね。今この公式を使うとこうなるよと。で、今、こ
これがここですから、これでシグマを取りましょう。でシグマの K が0から N-R まで。K が0から N-R までなんですが、これ0からにしちゃうと、K に0を入れると、こっちは K プラス 1C、R プラス 1C、R プラス1で OK なんですが、K を0としたら、こっち RC、R プラス1ということで、これはおかしなことになっちゃいますね。こっちの方が小さくて、こっちの方が大きいと。これはダメですよね。ということで、K が0の場合は、これ成り立たなくなっちゃうので、K が0は別に考えましょう。つまり先にここの部分なんですが、K は0には別個に考えましょうと。つまり今、シグマを取るわけなんですが、取る前に K を0を別に考えて、0の時には0代にすると RCR ですよね。つまり1だと。1を別個に考えておいて、ここの部分はシグマの K が1からにしましょう。0の時には1ですので、1は別にして、K が1から N-R までの K プラス RCR っていうのを考えましょう。そうすると、ここの部分っていうのは、1たす、まあ1は置いといて、これはこれで置き換えられますね。シグマの K が1から N-R までの、K プラス R プラス 1C、R プラス1、マイナス K プラス RC、R プラス1と、こういう形になります。で、これでシグマを取ってあげると、うまいこと消えていきますよと。ここが1の差ですので、こっちは一緒ですよね。ですので、ブワーって消えていきますよと。じゃあ、K が1の時には、R プラス 2C、R プラス1ですね。どうなるかっていうと、R プラス 1C、R プラス 2C、R プラス1ですね。で、マイナス、K が1の時には R プラス 1C、R プラス1ですよと。で、次、K が2の時には、R プラス 3C、R プラス1、マイナス、K が2の時には R プラス 2C、R プラス1とかってなっていって、ここが消えるということですね。で、ずっとこの斜めのところが消えていくよと。で、最後 N-R 入れると、N プラス 1、C、R プラス1、マイナス、N、C、R プラス1ということになりますね。この斜めがブワーって消えていって、ここは消えて、最初と最後が残るよと。ということで、これが残るわけです。で、R プラス 1、C、R プラス1って、これは1ですよね。つまり、マイナス1。これ、マイナス1ということになります。ここの部分っていうのは、N プラス 1、C、R プラス1、マイナス1ということになるわけです。で、ここに1があるので、1と1でキャンセルされて、結局求める答えはこれということになりますね。N プラス 1C、R プラス1ということで、これが出てきましたということで、示すことができました。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。